しこです。いやちょっとのどかな感じがして、ちょうぐいすとか鳴いてますね。ありがたい、ありがたいです。今日はですね、ラッパーのひたくくんのお家にお邪魔したいと思います。それでは行ってみましょう。どうこれどうどうぞ。どうもお邪魔します。不況所、不況所、一応不況所なんですね。一応不況所です。あ、こんにちは。もういらっしゃいませ。家族みんな、家族みんな、家族みんな意外と背が高い。じゃあ持ってます。今日ちょっと10センチ。ごめんなさい。すぐ脱ぎます。そうです。あ、もうさらっと脱げる。お邪魔します。どうぞ。あ、お母さん。はい。お母さん、ラップスターの VTR。あ、見てください。もちろん息子のも聞くし、あのヤバいのも聞き。あ、そうですそうです。一緒に。ヤバいのも聞き。一緒に歌ってます。ここがリビング。そうですね。はい。あれ、弟っす。あ、弟の。弟がでかい、あの中川家パターンっすね。弟もたまにラップするみたいな。そうなんですね。ダーティー清宮って名前でやってます。あの名前があれっすね、あの顔が野球の清宮幸太郎にちょっと似てるから、ダーティー清宮って。原型内型で今は CG の専門学校行ってて、結構ビデオ作ってもらったりジャケ作ってもらったりとかしてるです。こういうの作ったりするっすね。映像とかも、これロボ？ロボ、ロボかな、どうなんだ。徐々にあのスタンド、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっとそう。このオタクインダフットでもかなかここまでの歓迎ムード会というか、ちょっとこうスタッフの皆さん分のあのおやつも用意してあって、そうだね、完全に大人6人分ぐらい、そうです大人6人、むちゃくちゃ買ってきて今日まで食うなよみたいな。でこれ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 、このバナナケーキ、えこれなんか水晶かと思ったけど水晶じゃない。ケーキです。このロイヤルブルーってこの一瓶で500円くらいなんですけど、でもちょっとつけるだけで割と超青くなるですね。あ、でもしっとり系で美味しそう。バナナいただきます。お、あ、水分も、ありがとうございます。水分何から何まで、もう全然なんで青いんだろうっていうぐらい青さを感じない。美味しいバナナケーキ。着色料ですから、着色料全然ないですね。制作してます。こんな綺麗にしてるの。いや、もうこれはお母さんパワーっすね。お母さんパワー実家暮らしパワーっす。すなわち、そうっすね、お母さん実家暮らしパワーっすね。かじりパワーなんですけど、ただちょっとそうっすね、数ヶ月前にいろいろ改装して、それまでは結構自分の趣味のものとかあんまなかったんですけど、靴とか。これ全部スニーカーじゃない？スニーカーっすね。そう、あのいろいろこう、ナイキが多いな。バグって履けなくなっちゃったのも含め、ただこれこの前買ってまだ一回も履いてないやつなんですけど、うんうん、このスケプタっていうイギリスのラッパーがいて、うん、その人とのなんかコラボモデルみたいな、こういうスケプタモデルさんか。あ、あの ラッパーです。ラッパーです。イギリスの、そうグライムって音楽やってるラッパーで、この青いのはお母さんがあれです。さっきのあれで。ではないです。ではないです。こっちはお父さんか。工具系は。工具系はお父さんなのと、あとこれはあの自分はあんま聞いてないんですけど、あのオールドスクールな。うわー、あ、これはやばい。オールドスクールなテープ。我々の世代では手に入らないと言われている。そうですね。ちょっと私いいですか、触ってみましょう。あ、どうぞどうぞ。これは確かに。どうぞどうぞ。これはすごいぞ。あんまりこれはレアレアと言ったらちょっとあれで、なんか お母さんお母さん、あのオールドスクールなカセットテープの話になったり。そうこれもでも多分もう聞けないと思います。私あ、聞けないカセットですか、うん、もうカセット。あ、どうぞどうぞ。いや、本当にレアですよ。やばいこれは、我々世代では手に入らない手に入らないやつですね。やばい。うちの母がまあ最初なんですけど、
じゃあ3世、実質3世。いや、でもね、でも一応おばあちゃんがお母さんに伝道しての息子なんで、2世は2世なんですけど。2世は2世。わあ、私あの先生のご法話の中で新婚と愛がもう一番好きなの。でも持って帰ります。どうぞどうぞ持って帰ります。いいですよ。なんかじゃあまた返しに。僕が、今年の5月に発表したセカンドアルバムでございます。で、コンセプトアルバムで、まあ、トータルで一つの物語になっているという。で、まあ、普通だったら、幸福の科学では扱わないようなダーティーな話題から、普通ではヒップホップでは扱わないような宗教的な話題まで、シームレスにこうシームレスに行く感じのアルバムです。本シリーズ。そうっすね。まあでも あんまちゃんと読めてないやつも全然いっぱいあるんですけど。意外にこの辺とかさあ、ここを読んでないっす。そうだよね。しかもこれ多分学園から借りパクしたっすよ。あ、そうだよね。 B 寮1階西って書いてあるんで、自分幸福の科学学園卒業生なんですけど、多分これの B 寮なんで男子寮ですね。1階西のその集合スペースの本棚にある悟りの挑戦を多分これは借りパクしてきてますね。しかも下巻だけ。下巻だけがね、申し訳ない。上巻読んで、上巻もないっす。読みたいってなってる人困ってるの。あれないそうです。もう図書館で探せっていう。じゃあ男子の B 寮では今悟りの挑戦下巻は読めないんで。で、自分これグライムの好きなラッパーですね。イギリスのラッパーのスロータイって人なんですけど、結構なんか自分スロータイにとってのイギリスと自分にとってのその幸福の科学っていうのは割と似てるかなみたいな。なんかツンデレじゃないですけど、好きと嫌い入り混じってるけど、でも結局好きみたいな。なるほど。割と二世信者あるあるだと思うんですよ。わかるな。で、なんかそのスロータイとかもナッシングレートアバウトブリデンでイギリスにいいとことかねえよみたいなそういうタイトルのアルバム作ったりしてるんですけど、でもなんかそれでも超イギリスの国旗出してやってるってことはもうイギリス好きじゃないですかみたいな、そういう感じっすね。その感じは割と自分の根っこにあるかもしれない。それ伊藤くんのそのなんだろう、宗教観というか幸福の科学との付き合い方において似てるところがある。まあまあまあ、そうっすね、割と似てますね。その表現そうそうなのか。ちょっと普段の見たいかもしれない。はい、普段のフルソフ状態をぜひ。普段どんな感じで僕がなってんのかっていう。ありきたりでバレきたりな、早口ラップとコーチを一緒にすんな、緊張してでかいステージ立ったらほら見てみつぐに走るんだ、我々も逃さぬポケット、ここで消えるならその程度、あの日の屈辱すら全部吹き飛ぶ見事なミラクル、輝く調べるヒプニア不可思なだけで俺の頭の上で王冠、あと半年ほどに手待てばやってくる相互の評価、それをストローで遺跡も残さずに消化する、あの時麦田と笑ってた下り坂を歩く背中にケリーで引き金をボン。神に選ばれた男の、うんをミックスし直したんですよ昨日。ほうほうほう。でデラックスバージョン作ろうと思ってて、で前より音が良くなってますね。それはいつどこで。どうだろうな、まあ完成したらですねでも新曲も加えて、まあ普段ミックスはまあこんな感じでやってます。もう結構ざっくり神に選ばれた男。デラックスポイントは、デラックスポイントは低音と声が前よりくっきり出てます。ご本尊がここの位置なのはなんかこだわりがあるんですか。いや、ないですここが置きやすい。これはそうですね、もうここに。なんかこれはばあちゃんの友達が作ったやつなのかな、すごいっすよね。なんか神殿みたいな、神棚、すごい神棚よ。いや、すごい。私一つだけ確認したいことがあって、はい、あの私あの2017年の時って、僕です。あー、やっぱそうなのか。なんか2017年にあの出家報道が出家してわってなってた時に、あの幸福の科学学園の男の子があのラップを作ったらしいみたいなのを聞いて、でそれを人づてにデータフォルダとかで回ってきて聞いたら、すごくこうなんていうのか励ましてくれる系のこのラップの音楽しばらくリピートしてて、
で、なんだ、そのラップスターの時、映像見てた時、あれ、もしかしてあの時、曲送ってくれたのって、イタクトなんじゃないかなっていうことを今日、初めましてだったんだけど、確認したくて。まあ、俺サイドで話すと、なんか友達が、猿の、猿さんのファーストアルバムの、In My Show のインストをなんか譲ってくれて、それで The Girl on a Board っていう曲があるんですけど、それのインストあったんで、それでもう千人さんは大変な時期だったし、俺もなんか通ってる学校のバスとかなんか記者が追いかけてくるみたいなやばい状態だったんで、なんでまあそれリミックスしてサンクラにアップしたんですよね。そういうことがあったっす。最新作宇宙の方エロヒム編がですね、10月に映画が全国公開となりますので、ぜひ地球神、地球に負わすこの善悪を決める神様の教えであったりとかを学べますし、アニメーションも水とかがすごく綺麗になっていて見どころ満載なので、ぜひうちの方黎明編じゃない、うちの方エロヒム編ご覧ください。なんかシリーズだと3つ目なんですよね。そう1個目が俺の通ってた学園が舞台で、そうなんであいつら手繋いでんのに処分受けないんだみたいな、生徒みんなで湧いてたっす。内容マニアックマニアックふざけんなみたいな。そうで、でも今回その次出るのって舞台が1億5000万年前でしたっけ。そうむちゃくちゃ昔の話なんですよね。そうなんですよ、なんかまだ人類があったのかとか、まあ、アメーバ進化論とかもささやかれてる現代ですけど、人間は人間として作られたんだっていう神話であったりとか、どうやってこの道徳感であったり心であったりっていうのを育んできたかっていうものも学べるので、ぜひ劇場にお越しください。